内服薬クロミット、デマーラ、レトロゾール、デュファストンを内服中の方は本日より中止となります。注射の指示がある方、お持ち帰りご希望の方、看護師よりご説明いたします。パンフレットを参照しながら自己注射となります。来院注射ご希望の方、注射実施時間の5分前に来院、正面入り口左側にあるインターホンを押し、氏名を伝えていただくと入り口が開きますので中に入ってお待ちください。点鼻薬について、注射点鼻薬は必ず時間厳守でお願いいたします。時間通りに行えないと採卵が中止となる場合があります。主なパターンを2通りご説明します。パターン1、スプレーのみの場合、医師から指定された時間にスプレーを2プッシュします。その1時間後に再度2プッシュします。時間に関しては医師の指示に従ってください。パターン2、注射とスプレーの場合、医から指定された時間に注射をします。その1時間後にスプレーを3プッシュします。ボルタレン座薬使用指示のある方、採卵前日に指定された時間に座薬を使用してください。採卵前日のご案内。食事、麻酔なしの方は食事制限はありません。麻酔ありの方は採卵前日の21時以降は禁食、24時以降は禁飲食です。うがい、歯磨き等は可能です。麻酔ありの方へのお願い。採卵当日はお化粧はせず、手足のネイルアート、マニキュアを落とし、爪は短く切っておいてください。コンタクトレンズは使用できませんので、必要時メガネをご持参ください。入れ歯のある方は外してください。ピアス、ネックレス等の装飾品は外してください。麻酔ありの場合、個人差がありますが30分から4時間程度院内で安静にしていただきます。麻酔なしの場合、採卵終了後、採卵できた個数を確認でき次第ご帰宅となります。麻酔ありの方へのお願い。麻酔が覚めてからのご帰宅となります。車、バイク、自転車の運転は危険です。公共交通機関のご利用、またはご家族の送迎をお願いいたします。精液について、当面精液は持参のみとしております。来院時間の3から4時間以内に再生してください。再生容器の蓋に必要事項をご記入いただきます。アルミホイルを巻き、人肌程度でお持ちください。容器は2階でお預かりします。凍結精子をご使用の方、精子凍結使用の同意書が未提出の場合、ご持参ください。持ち物は、生理用ショーツ、ウル用ナプキン、髪が長い方はヘアゴムをお願いいたします。採卵のため手術室に入る直前にお手洗いに行っていただきます。台の上に横になって内診の時のような体勢で行います。採卵後、ご帰宅後の食事に制限はありません。当日は激しい運動は控え、シャワーのみにしてください。原則お子様、ご家族様のお付き添いは禁止です。託児所のご利用も可能ですのでご相談ください。